こんにちは、今日はですね、久しぶりに広島県廿日市市の、岩倉山ファンパークというところに来てます。今日はですね、ワンティグリスのテント、当分ですね、このワンティグリスのテントを使おうと思ってるんですが、ちょっとね、さっき雨が降ってきました。で、今日の夜もね、もしかしたら降るかもしれないんですけども、まあ十分これでね、過ごせそうな気がします。さあ、今日はね、久しぶりのソロキャンプなんですけども、時間がですね、1時55分、1時55分なので、まだまだ時間があります。電波はね、ここめちゃめちゃ入るんですよ。ここめちゃめちゃ入るんですけども、いかんせんね、目の前道路です。道路なので、まあ、夜にならないと、静かにならないかなという感じはするんですけども、まあ、ちょっとね、のんびりしながら過ごしてみようと思います。今日のね、ワンティグリステントのレイアウトなんですが、こんな感じでね、横を張り出してみました。横を張り出してて、こういう風にロープで止めてます。そして前の方は同じかな、前回と同じように真ん中にライトをつけてます。そしてどうですかね、これソロ用としては十分すぎる広さだと思います。いつものようにね、後ろにはコット、ここにコットが置いてありまして、まあ座るとですね、こんな感じなんですけども、足元全然余裕があります。で、こんな感じなので、雨が降ってもね、少々の雨だったら大丈夫だと思います。もう本当横殴りの雨で前から来られるとちょっとやばいですけど、そうじゃない限りでもね、大丈夫じゃないかなと思います。それではですね、早速なんですけれども、これ前回紹介したね、ソトの ST320、G ストーブってやつです。これをちょっと使っていきたいんですけども、まあまあ、火力がね、やっぱり弱いっていうようなご意見もあったんですが、まあね、これを使う場合っていうのは、あのコメントの返信でもさせていただいたんですけども、多分ね、そこまでそんな火力とかを気にするようなものじゃないと思うんですよね。まあ、あまりね、その辺気にせずに使うのがこれはいいんじゃないかなと思ったりしてます。はい、こちらでですね、セッティングは完了しました。さあ、それではこの状態で火をつけます。十分っぽいですけどね、これで。ここにオリーブオイル、うわ、流れる流れる流れる。今回はですね、こういったものを買ってみました。チキンヒーローってやつ、まあ、普段食べないものをね、食べてみようじゃないかということで、ちょっとこれを買ってきましたが、わりかしね、火は早く取ってくれるとは思うんですよ。そんなに分厚い鶏肉でもないんで。さあ、それではですね、ちょっといただいてみます。うん、あ、うめえ、これ普通に美味しいですね。じゃあ、いただきます。あ、うめえ。いいっすね、普通に美味しいっすね、これ。あっく、いや、でもこのシングルバーナーもですね、こうして見るとまあ十分じゃないですかね、火力的には。こうやって一人でちまちまとやる分には
十分じゃないかなと思います。だんだんとですね、夕方になってきましたので焚き火の準備をしようと思います。松ぼっくりとですね、松の葉かな、この辺がね落ちてましたので、この辺を火種にして焚き火をしたいなと思います。ちょっとこれからですね、焚き火の材料を拾ってきます。はい、一応ですね、こんな感じで、焚き火の準備をしました。前回のね、燃えかけのやつもそのまま置いてます。燃え尽きなかったやつですね、燃え尽きなかったやつも、今回ね、もうね、燃やしてしまおうと思います。多分ね、この辺とかはすごい火がつきやすいんじゃないかなと思いますけど、これはね、夜ですね、夜を楽しみに待ちましょう。前回ですね、湯川さんと、釣りですね、釣りキャンプをしたんですけども、湯川さんもね、このテント結構気に入ってたんですよ。あ、これかっこいいじゃんみたいな感じで言ってくれてたんで、やっぱりキャンプ初心者の方、初心者というか、まあキャンプしたことない方、したことない方でもですね、この形のテントっていうのは、結構魅力があるのかなと思います。このテント自体もね、建てるのすっごい簡単なんですよ。まあ、ワンポールテントとかと比べると手間はかかりますけども、それでも簡単かな。はい、だんだんですね、日が暮れてきまして、徐々にですね、肌寒くなってきました。もう肌寒くなってきてですね、夜になると多分上着が必要な時期なんじゃないかなと思うんですけども、今ね、ここにね、ぶら下がってるものありますよね。ここにこれがね、何かと申しますと、これ実はね、ジャケットなんですよ。以前ね、カチュラっていうものを紹介したんですけども、それはね、こういう風にクッションになる敷物でした。敷物にもなるし、ポンチョにもなるってやつだったんですけども、これはね、ジャケットです。まあ、このまんまね、枕として使ってもいいですし、さっきみたいにこうバッグとして使うこともできます。ちなみにですね、ここにちょっとファスナーがありまして、これ開けるとですね、ちょっとしたものが入るようになってます。まあ、スマホとか財布ぐらいであれば入るんじゃないかなというようなファスナーがありまして、反対側を開けるとですね、じゃじゃーんとなんか出てくるわけですよ。これはい、このファスナーはね、裏返しにして閉めちゃいます。そうするとですね、こういったジャケットになってまして、そのまんまね、着ることができるというものになってるんですよ。このね、ファスナーは一番上まで閉まりまして、もうここまで閉まればね、だいぶ風よけにもなるんじゃないかなという感じがします。そしてですね、一応ここもね、ポケットになってます。あとはこの左右のポケットですね、左右のポケットがあるのと、ここがね、もともとここがバック部分になってました。なんでこれはそのまま物が入るようになってます。
結構ねこれいいんじゃないかなと思ってるんですけど、生地がねコーヒー糸っていうねちょっと変わった作りになってるんですけども、まずね消臭効果があるっていうのと、あとね実はこれね2万ミリの防水です。カッパってねだいたいどれぐらいだろう、高くても1万ミリとかなのかな、だいたいそんぐらいだと思うんですけども、これは2万ミリなので結構ね値段はいいお値段するんですけども、まあ、1万ミリのですねカッパを買おうと思ったらそれこそ結構いいお値段がしてしまうんで、まあ、こういうふうにですね、バッグにもなるし枕っていうかクッションですね、クッションとかにもなるし、ああいうふうにね肩に下げたりとかして、出かけられる、例えばアウトドア、キャンプだったり釣りだったり、あとはそれこそですね僕がこれからやろうと思ってる自転車キャンプとか、そういったものにもですね、あれだけちっちゃくなりますんで結構使えるんじゃないかなと思ってます。でこれはですね、ご提供いただいたものになるんですけども、今ですね幕開けで販売中だそうです。もう一回ねご説明するとですね、この生地なんですが、コーヒー糸とあとはね綿でできてるので、焚き火をするときにねいいんじゃないかなと思ったりしてます。メーカーさんにね確認してみたところ、ちょっとねそういう使い方を想定してなかったそうで、焚き火ジャケットみたいな使い方は想定してなかったそうなんですけども、まあ焚き火ジャケットもね綿ですよね、綿でできてるので、まあ、同じことなんだと思うんですよ。なので今ちょっとねこう焚き火を用意しまして、これを着てですね、まあ、火の粉とか飛んでも大丈夫なのかとかその辺をねチェックしたいなと思ってます。まあ消臭効果があるっていうのはねいいですね。内ポケットもあるんだ。こちらですね片側ですが、こんな感じでね内ポケットが備え付けてあります。このジャケットねちょっと使うの楽しみだったんですよ僕。結構ですね皆さん上着持ってかれると思うんですけども、上着ってね着ていくと暑いんだけどないと夜困るって感じだったりとかすると思います。かといって寝袋に入ると上着いらないとかっていうことになりがちなので、まあ、こういうふうにですねクッションとかになるっていうのはまあかなりいいんじゃないかなと思ってます。先日ですねうちの奥さんにも着させてみたんですけども、これはねサイズ的にはね1のサイズになります。1のサイズなんですけども、うちの奥さんでもね着ることができました。ただどうしてもね袖の部分が長いんですけども、そこはまあある程度ねこう締めたりとかして調整できるので、まあ女性でもですね1のサイズ結構合うんじゃないかなと思います。さあそれではですね夜の焚き火タイムに行ってみましょう。このね外のスライドガストーチ結構ねいろんな人が言うのがすぐ壊れるとかって言うんですけども、僕もね全然大丈夫なんですよね。壊れる気配が全くないです。で、このジャケット、このジャケットがですね、どれぐらいの防水性能があるのか、どれぐらい水を弾くのかっていうのをですね、実験してみましたのでご覧ください。はい、こんな感じでですね水をねバッチリと弾いてくれます。なので、まあ、雨が降った時とかもですねかなり、役に立ってくれるジャケットなんじゃないかなと思います。そしてね僕がねいいなと思ったのが、まあ、黒で、まあ、地味なんですけども地味なんだけど
やっぱりね、汚れて一番目立たない服って言ったら黒なんで、そういう意味でもですね、ガンガン使い倒せるジャケットじゃないかなと思います。この首のあたりまでですね、しっかりガードしてくれるんで、自転車キャンプとかね、本当にいいんじゃないかなと思う。これ多分ね、ポリエステルの服だとこれぐらいでも絶対穴が開いちゃうと思うんですけど、全然びくともしてないですね。全く大丈夫。まあ、やっぱりですね、思った通りに、焚き火用のジャケットとしてもですね、十分使えるんじゃないかなと思います。ということでですね、こちらの、クッションにもなるしバッグにもなるジャケット、ただいまですね、幕開けで販売中とのことですので、気になる方はですね、ぜひ見てみてください。今日の朝ごはんはですね、これをちょっと買ってみました。スーパーで、毎回ね、見かけては気になってるやつなんですが、美味しいのかな、これ。ソースがね、チーズソースなんですけど、ちょっと甘めの感じのソースで美味しいですね。これはありだな。もう朝方はですね、だいぶ寒いんで、上着っていうのはね、やっぱりもう必須だなと思います。そういう面ではね、もうこれ早速役立ってくれましたんで、良かったです。もうね、夏も終わったんだなというような気温を感じてますが、また近々ね、ソロキャンプ、行きたいなと思ってます。ということで今回はですね、久しぶりですがソロキャンプの模様をお送りいたしました。それでは。